福代です。葵だぜ。最近はあちこちに芸人さんが副業でやってるお店とかプロデュースしてるお店があるわよね。そうだな。以前まではテレビで旬の去った人がやっていたイメージだったが、最近ではバリバリに活躍してる人でも店を持っているのが珍しくないな。本人たちの努力の結果なのはわかってるけど、芸能人って肩書きや名前を使うことで、結構簡単にうまくいくのがすごく羨ましいわ。少なくとも同じ分野で一般人が店を出すのとはスタートに雲泥の差があるな。でも世間で思われているほど芸能人の店も楽勝なわけじゃないんだぜ。そうなの？よし、それじゃあ今回は意外と楽じゃない芸人の経営トラブルを5個紹介するぜ。行ってみよう。今回最初に紹介するのは千原誠二さんだぜ。へぇ、誠二さんもお店を出していたのね。千原誠二さんは1970年1月25日生まれで現在54歳のお笑い芸人だ。実の弟である千原ジュニアさんと組んでいる千原兄弟のツッコミをしているぜ。え、誠二さんってツッコミだったの？まあ、ジュニアさんの方はとても多彩で一人で何でもできてしまうし、MC となると仕切りやツッコミの立場になることが多いからな。誠二さんもキレ芸みたいな性格がボケっぽいぜ。そこのコンビ格差が気になってしまう二人ね。でも誠二さんもガサツなだけで知らないところでいろいろやっているんだ。特に芸人仲間からは社交的で知られていて人間とも動物ともすぐに打ち解けるし、2018年にはメンタルケアカウンセラーの資格を取得したり、2021年には貧困や就学困難な国への支援をする団体を設立して代表理事にもなっているぜ。そんなギャップがあったのね。ただそんな活動の中であまりうまくいかなかったのが副業での飲食店経営だ。誠二さんは何の店をやっているの？誠二さんがやっていたのは世事件ビーフ酒場という肉料理をメインにした居酒屋形式の飲食店だぜ。おすすめのメニューとかってあるのかしら？このお店では2480円で食べ飲み放題のコースを注文することができて、いろいろな肉料理を楽しむことができる。その中でも看板メニューとして紹介されているのは最強のローストビーフ丼だな。ちょっとお高い店で見る高さのあるローストビーフ丼ね。すごい美味しそうだわ。このローストビーフ丼は盛り方が5段階から選べて、ソースもいくつか種類があるらしいぜ。他にも厳選した国産牛で作るもつ鍋など居酒屋と言いながらかなりがっつりした肉料理が食べられるぜ。こういうご飯に力を入れている居酒屋っていいわよね。また店の立地も吉祥寺駅から徒歩3分という高立地。さらに店内では誠二さんの後輩たちがネタを披露して盛り上げてくれるおまけ付きらしい。もうこんなの大成功間違いなしでしょ。トラブルって何があったの？ぶっちゃけてしまうと、この店はもうとっくの昔に閉店しているんだ。この世事件ビーフ酒場は2017年11月にオープンして約8ヶ月後の2018年6月で閉店してしまっている。めちゃめちゃ好条件なのにどうして？これはひとえにこの時期に流行っていたあるトラブルに巻き込まれたことが原因となっている。あるトラブル？飲食店のドタキャン問題だぜ。ああ？これは今でも続く問題ではあるんだが、最近ではスマホ一つでどこでも予約が簡単に取れるようになってしまったために、まだ予定とも言えない段階で予約をする客が増加している。飲み会の感じになった時に良さそうな店を片っ端から抑えたりね。そうしたことで当日や前日など他に客を入れられなくなったタイミングでのドタキャンが多発。飲食店は本当だったら客を入れられた分の売り上げを失うことになってしまい、赤字になるところが多かったんだ。早めに予約して安心したい気持ちはわかるけど、店側に迷惑をかけるのはいけないわ。世事件ビーフでも8ヶ月の営業期間の間に貸し切りのドタキャンが8回も入ったんだ。貸し切りが8回？当然ながら貸し切りがキャンセルになると、その日の全ての席の分の売り上げがなしになってしまうし、仕込んだ食材も処分することになり、団体用に増やしていたバイトの人件費も赤字になる。貸し切りのキャンセルはさすがにありえないわ。これってペナルティとか罰金とか前金とかないの？そこは店によりけりだな。でもおそらく大手の予約サイトを使っている場合にはサイト上で個別の設定をすることはできないと思うし、そうなると相手電話やメールで直接交渉をすることになる。そんなの実質逃げ放題って言ってるようなものだな。そういう輩がいるんだから、予約には最初から個人情報とカード情報を入力させて、ドタキャンしたら強制的にペナルティを請求する仕組みにした方が良いと思うぜ。多分キャンセルの中には元から団体でもなく行く気もないいたずらも混じってるだろうしね。こうして誠二さんのお店は8ヶ月で閉店することになってしまい、その最後のパーティーとして撮影ありのサイン会が行われて、ファンや多くの芸人仲間が来てくれたようだぜ。閉店したのは悲しいことだけれど、仲間が駆けつけてくれるのはとても羨ましいわ。
ちなみに閉店当時は完全な閉店ではなく、また移転して再オープンするという旨の発言をされていたから、少し経ったらまたどこかで行くチャンスがあるかもしれないぜ。その時はぜひ行ってみたいわ。二つ目に紹介するのは名倉潤さんだぜ。今回の動画はチョイスが渋いわね。名倉潤さんは1969年11月4日生まれの現在55歳のお笑い芸人で、堀内健さんと原田泰造さんと共にネプチューンを結成している。かなり芸歴が長いトリオなのにとても仲がいいってイメージがあるわ。そうだな。実際にトリオを結成したのが1993年だから、人生の半分以上を3人で過ごしていながら、あれだけの仲の良さでいられるのはとてもすごいことだと思うぜ。あと名倉さんは奥さんの渡辺満里奈さんともすごく仲良いイメージがあるわね。やはりあの顔からにじみ出ている柔和な性格が人を引きつけるんだろうな。顔って言うと名倉さんはよく対人に似てるって言われるわよね。そのあたりも今でこそスタジオでのトーク内でのいじりなどがメインだが、まだまだ名倉さんが若かった時は本当にタイに行ってロケとかしてたんだぜ。へえ、どんなロケだったの？確か私が覚えているのだと、現地にあるタイ人お断りの高級キャバクラに行ってみて、名倉さんは店に入れるかを検証するというものだったな。絶対面白いやつじゃない。それで結果は？なんと名倉さんは店に入れてもらうことができなかった。つまり、現地の人間にもタイ人で間違いないと太鼓判をもらったということだな。こうなってくるとご両親とかご兄弟の顔も見たくなってくるわ。実は今回紹介したいのもお兄さんが関わっている話だぜ。2023年11月下旬、名倉潤さんがプロデュースしたステーキ店ステーキ名倉を運営していた株式会社ラグーが東京地裁に破産手続きを開始決定したのが報じられた。運営元がなくなってしまうってことね。このステーキ名倉は中目黒駅から徒歩5分で目黒川沿いという高立地で2010年にオープン。名倉さんのネームバリューに加えてこだわりの黒毛和牛を使ったメニューなどで話題となった。今回の動画は見てるだけでお腹が空いてくるわ。よだれ垂れてるぜ。ただ2023年の5月14日に閉店することを発表。閉店の理由はおそらく業績不振。数年続いたステイホームによる経営の悪化で赤字が続いたんだろう。本当にあの流れでいくつのお店が閉店してしまったのか。ただこのお店は名倉さんの名前を話題に使っているだけで、実質的な経営者はお兄さんの名倉義友さんがしていたらしい。運営元である株式会社ラグーも代表はお兄さんで、あまり名倉さんは関わっていないぜ。まあ、芸能人が名前を貸すことはよくあるわよね。でもこの閉店について世間では色々な憶測が生まれてしまっているんだ。憶測？実は名倉さんは店の経営が怪しくなってきたであろう2018年に、頸椎椎間板ヘルニアの手術を受けていて、その影響でうつ病にもなってしまった。今はもう大丈夫なの？ああ、うつ病自体は2ヶ月ほどで復帰できるほどだったらしい。しかし、その頃から、名倉さんが昔より明らかに元気がなさそうだというネットの声が増えていき、閉店の噂に合わさって噂話が生まれてしまっているんだ。元気がないのは単純に年齢もあると思うけどね。実際それが一番大きいだろうな。50歳になってからの手術で年齢的に昔より無理ができなくなっているんだと思うぜ。また噂話の中にはもう一人の兄に関するものも多い。もう一人のお兄さんは何をしているの？それが、もう一人のお兄さんは山口組経験一会の一員だと言われているんだ。そっち系の人なのね。また2004年に江東区の路上で会った男女6人が刺されるという抗争事件にも関わっていると言われていて、2018年6月に懲役14年の刑期を終えて出所したということになっているんだぜ。名倉さんが手術からうつ病になった時期と合致するわ。そういった単なる噂か真実かわからない出来事があったせいで、名倉さんのうつ病や店の経営が傾いたことにも何か関わっていると言われているんだぜ。本当に何の証拠も確証もないものだから全く関係ない可能性の方が高いけどね。まあ、噂とはそういうものだからな。これからも元気に頑張ってほしいわ。3人目に紹介するのは平卓ちゃんだぜ。なんか聞いたことある名前だけど誰だったかしら。平卓ちゃんは1981年7月2日生まれで現在42歳のモノマネタレントだぜ。モノマネタレントさんだと普段はカツラつけてたりしそうだし、なおさらこの顔だけじゃわからないわね。でもこの写真を見ればわかると思うぜ。あ、この人は知ってるわ。平卓ちゃんは2006年3月に日本テレビでのモノマネバトルで優勝し、翌年の2007年に紙に描いたイラストの顎の部分だけを切り抜いてモノマネをする
顎モノマネで大ブレイク。一躍人気タレントの仲間入りをしたぜ。確かに大人気だったけど、ブレイクしてた頃もほとんど顔を隠していたからわからなかったということね。彼が2012年から経営しているのが鬼そば藤谷というラーメン屋。このお店はラーメン好きの間でも話題の店で、渋谷や浅草などチェーン展開しているぜ。ここもまたいいところにお店を出しているわね。ただ2018年に自らかなり不名誉な事件を起こしてしまったんだぜ。何をやらかしてしまったの？2018年10月4日から31日までの期間、東京都新宿区にある大久保公園で大つけ麺博が開催されていたんだ。へえ、こんなのやってたのね。このイベントは事件が起きた2018年の時点で開催10周年になっていた歴史あるもので、簡単に言うと来場者にいろいろな店のラーメンを食べてもらって投票で1位を決めるというものだ。肉フェスみたいな感じ？その認識でいいぜ。でも期間の長さからもわかるように、かなり本格的なお祭りで、ウェブ予選の投票で勝ち上がった店舗が4回に分けて計36店舗も集まるようになっている。約1ヶ月も期間があるのがすごいわね。でも何回目に出品するのが有利とかないのかしら？まあ、そのあたりは何か考慮されているのだろう。それでここで平卓ちゃんは何をやってしまったの？このイベントにて平卓ちゃんのやっている鬼そば藤谷はお客さんに投票してもらうのと、引き換えに特別なサービスをしていることが分かったんだ。特別なサービスって？大つけ麺博のツイッターへの投稿を引用するとお知らせ、第一陣に参戦した鬼そば藤谷がお客様に、投票を約束したら500円の牛すじ煮込みを無料というサービスをしました。これはラーメン日本一を争うイベントにおいて明らかな不正行為であると判断しましたので、鬼そば藤谷を失格処分とします。今後もラーメン日本一決定戦をよろしくお願いいたします。となっているぜ。なるほど。本当だったらラーメンだけで勝負しなきゃいけないのに、おまけでお客さんを釣って投票を促していたのね。そういうことだ。この大会はあくまでもラーメンの味を競うための大会であって、サービスの質を競うものではない。よって、不正行為とみなされて失格になってしまったぜ。一応聞くんだけど、初出場でルールがちゃんと把握できてなかったとかは？そもそも鬼そば藤谷は2016年にこの大会で優勝している経験がある。今更知らなかったでは通らないだろう。それなら味は確かなんだから真っ当に戦えばよかったのに。この一件を受けて平卓ちゃんはこの度、私平卓ちゃんこと藤谷拓郎は36店舗が、真剣に戦っている大つけ麺博ラーメン日本一決定戦において、一票でも、多くの投票が欲しくという思いから、過剰な盛り付けや、不正な呼びかけをしてしまいました。すべて、私の修行不足と弱い心から引き起こしたことです。本当に申し訳ございません。と投稿したぜ。まあ、反省しているならみんなも許してくれるでしょ。でもこの一件に対してネットでは、平卓ちゃんの過去の行為から、そもそもモノマネも他人のパクリだったしななどて厳しい声が上がっているぜ。え、パクリってどういうこと？実は平卓ちゃんは芸人の頃から不正をする癖があることで知られていて、水曜日のダウンタウンでは実際にパクられた芸人が告発をしたり、あまりにも性格が破綻していることから第二のクロちゃんとも呼ばれていたんだ。じゃあ、今回の不正も元々の性格から来た筋金入りのものってことね。またこれは仕方ないことではあるが、評判のいいラーメンの味もラーメン界の巨匠佐野実さんからアドバイスを受けたもので、そのラーメンも佐野実さん自身が地方で評判だった店の味をパクったと公言している。つまり派平卓ちゃんはモノマネもラーメンもパクリだらけってことね。ぬすっと武々しいとは違うが、こういう不正をした人間が得をしてしまう世の中は嫌になってしまう。それじゃ次行くぜ。四つ目に紹介するのは春菜愛さんだ。そういえば、最近はテレビで見てないわね。春菜愛さんは1972年7月21日生まれで現在51歳のニューハーフタレントだぜ。初めてテレビで見た時はすごく可愛くて、ニューハーフだっていうのが信じられないぐらいだったわ。ちなみに春菜愛さんが芸能界デビューしたのはブレイクするよりもずっと前で、少なくとも27年ほど前の1996年頃にはすでに解決エミチャンネルなどのテレビにレギュラー出演していたぜ。そんなに昔から出ていたのね。そして1998年に東京の事務所に所属してからはテレビの仕事以外にも、トランスジェンダーであることを隠してレースクイーンをしていたり、蓄えたお金でスナックを開業するなど実業家としても活躍し始めた。私が思っていた経歴と全く違うわ。そして2008年に今の春菜愛という芸名に変更して、2007年に会った陣内智則さんと、藤原紀香さんの結婚披露宴の二次会で披露したやあややが業界人たちの話題の的になった。例の弾き語り披露宴ね。陣内さんは未だにネタにされているな。
春名愛さんはそこから松浦綾さんの動きを誇張した。口パクモノマネで大ブレイク。人気芸能人の仲間入りしたぜ。ちなみにエアややに関しては、昔は働いていたパブなどで生声で披露していたが、付き合いでの酒がたたって今のような、ガラガラ声になってしまったらしい。確かにブレイクし始めた頃にはかなり声がガラガラだったかも。まあ、そんな感じの経歴を辿ってきた春名愛さんは途中で言ったようにブレイクする前から、実用化をしていて、そのあたりの芸能人とは比べ物にならないぐらい本格的にやっている。そんなに？少なくとも2023年8月の5時に夢中でラーメン屋に泥棒が入ったニュースの時には、自分も以前に可愛がっていたバイトの女の子に盗みを働かれたというエピソードを話しながら、現在もお好み焼き、たこ焼き、沖縄料理、古着屋などの店を持っていることを明かしていたぜ。おお、本当にジャンル問わずに広くやっているのね。ただそんな中で大失敗に終わってしまったのが2018年7月21日にオープンした六本木のショーパブだぜ。六本木のショーパブなんて本当にどれだけお金が必要なのかしら。この店に関しては運営会社から2億円以上の出資がされていて、春名愛さんもオープンレセプションパーティーのため 22kg の減量に成功したなど、かなり気合が入っていたことがわかる。もういろいろ想像のできない世界だわ。春名愛さんはオープンの挨拶にて昔からの夢が叶った。この店はトランスジェンダーの人たちを好きになってもらうだけでなく東京の観光名所にしたい。など強い思いを語っていたんだ。こんなに思いがこもってるパブに何があったの？端的に言うと開店から10日で休業という名の閉店になってしまったんだ。10日、2億もかけたのにどうしてそんなことになったの？これに関しても表向きの発表と裏で囁かれている原因がある。表向きの理由は？春名愛さんがインタビューで質問をされた時に実はリニューアル中なんですよ。新しい機材や着物、スクリーンに映し出す映像の制作、リハーサルなどで時間がかかってます。多分11月頃には終わるかとなどのように答えていたぜ。確かにショーパブで大掛かりな出し物をするなら時間はかかるわよね。まあ、私が引用しているこの記事は2018年のものだから11月って何年のだよって話になるんだがな。11月に再開とは言ったが、今回まだその時と場所までは指定していないことを思い出していただきたい。つまり我々がその気になれば、10年20年後ということも可能だということ。いや、冗談じゃなくてマジでその状態じゃない。そして裏で囁かれている理由というのが、女性自身で報道された同じビルにある中華料理店の異臭問題だ。異臭問題？何でも同じビルに中華料理屋が入っていて、ダクトから匂いが流れてきてしまっていたんだ。これがかなりのものだったらしく、開店祝いに来た藤原紀香さんや片岡愛之助さんが、まるでラーメン屋だと言われるほどのものだったんだ。ラーメンの匂いの中で昭和見たくないわねー。2億円までかけてなんでこんなことになってしまったんだと思ってしまうが、店の場所を選ぶときには説明されなかったんだろうな。それでももっとリサーチをするべきだったわね。もしかしたら不動産を紹介した人間が意図的に営業時間外に内見をさせたのかもしれないな。結局、このお店はどうなったの？休業中といったまま今では別の店が入ってしまったようだぜ。ちなみにそのお店は、モノマネ芸人コロッケさんのコロッケミミック東京というお店らしい。へぇ、そっちはそっちで気になるわ。今回最後に紹介するのは梅沢ゆかさんだぜ。申し訳ないけど知らない人だわ。この梅沢さんは1996年10月20日生まれで現在27歳の元アイドルだ。この年齢でアイドルって言うと AKB 系かしら。その通り、この梅沢さんは AKB48 の中のバイト AKB のメンバーとして活動していたんだ。バイト AKB？ バイト AKB は秋葉原のドン・キホーテ8階にある AKB 劇場で、アルバイトの携帯で加入したメンバーのことだ。確か AKB 専用のライブハウスになっててファンがアイドルと触れ合うことができるのよね。梅沢さんも高校卒業後にバイト AKB のメンバーとなって、秋葉原にある劇場に通って、ステージでダンスや歌をする日々を送っていたぜ。でもその後はメインの方の AKB の、メンバーにはならなかったようで、名古屋のロマンティックシェリーという地下アイドルグループに所属していた。まあ、そのあたりはいろいろあるんでしょうね。それからは20歳でアイドル活動を引退して2017年に自分でラーメン屋を開店したんだ。アイドルが引退後にラーメン屋ってちょっと珍しい感じ。なんでも梅沢さんは幼い頃からラーメンが大好きで高校時代にはバイト代などを使って、毎日のようにラーメンの食べ歩きをしていたそうなんだ。へぇ、ビジネスとか関係なく純粋にラーメンが好きなのね。そういうのが仕事にできるって素敵だと思うわ。そのラーメン屋というのが麺匠屋雲勝飾店。口コミを見ると味噌ラーメンが美味しい店らしく、
食べログでも星 3.5 の評価を得ているぜ。今、頭の中で夕飯をお肉にするかラーメンにするかでせめぎ合いが起きているわ。実際に店はとても評判だったらしく、梅沢さんは他にもサラゼンというつけ麺屋と、ちゃんぽん悠々という店もオープンしたぜ。おお、まだまだ若いのに見事にラーメンドリームを掴んだわね。本当にこのまま進めばよかったんだけどな。え？なんと2024年現在、梅沢さんの経営するこの3つのラーメン屋は全てが閉店または休業状態にあるんだ。3つ全部、普通ってそういうことが起こらないように複数経営してリスク分散してるんじゃないの？本人もそのつもりだったと思うぜ。というか、この梅沢さんのラーメン屋関係ではいろいろな問題が起こりすぎていて説明しきれないから細かい部分を知りたい人は個別で調べてほしい。そんなに？一つ目はラーメン評論家によるセクハラ被害と誹謗中傷被害。2021年9月にハンツ遠藤という評論家から撮影した写真を無断で人妻もののいやらしいものに使われそうになったり、あそこはヤバい店だっていう誹謗中傷をして裁判で40万近い罰金を払うことになった。おじさんばっかりの世界で舞い上がったんでしょうね。二つ目も別件の名誉毀損。さっきのと同じ時期に新店舗を開店しようとしていたら、麺の材料業者に反社会的な勢力との付き合いがあるという事実無根のメッセージが送られた。結局業者は触らぬ神にたたりなしで取引をやめてしまい出店も取り消し、メッセージを送った男性に約60万の罰金を命じたぜ。梅沢さんはなんでこんな厄介な人ばかりに目をつけられてしまうのかしら。その理由かもしれないのが3つ目。梅沢さんの店の実質的な経営者である F という人物がいるんだが、その人物は地下アイドルのプロデュースをしていて以前から素行が悪いことで知られていた。どんな風に？まあ、主に男性ファンやそれに接触したアイドルに対しての恐喝による逮捕だな。他にも裏社会とのつながりも強いと言われている。梅沢さん自身は裏とつながりがなくても協力者はがっつりそっちの人かもしれないのね。四つ目が産地偽装問題。2021年10月17日に文春オンラインが、麺匠屋雲にて食品の産地偽装が行われていることを報じたんだ。これは本当だったの？ああ、こればかりは本当のことでしっかりと調査が入った上で梅沢さん自らが謝罪。さらに2年の間にラーメンを食べた客に対してレシートを持参してくれたら返金するとコメントしたぜ。いやいや、ラーメンのレシートを2年も持っている人はなかなかいないでしょう。だからこの点でもネットで少し叩かれたりしていた。そしてこの偽装問題から一気に店の人気は落ちてしまった。一度悪いイメージがついちゃうとね。その結果、2022年に葛飾区から神奈川県大和市に店を移転。さらに2022年11月には、ちゃんぽん悠々をオープンしたが半年で閉店。その一週間後にもサラゼンも休業になってしまったぜ。あらら。さらに移転した麺匠屋雲も休業になり住宅が近い店の外でなぜかシートがかかった。冷蔵庫のようなものが設置されていて、そこから近隣住民から大量の苦情が来るほどの生ゴミ臭が報告されていた。もしかして店のゴミとか食材とか放置してるの？おそらくそういうことだな。そして梅沢さん自身は2023年の9月頃から、連絡がつかなくなって完全に失踪状態になってしまったぜ。せっかくラーメンドリームを掴んだのに、ここまで転落してしまうなんて。ということで、今回は意外と楽じゃない芸人の経営トラブルをご紹介したぜ。どうだった？芸能人なんて一度ブレイクしたらぬくぬく服用してるだけだと思ってたから衝撃だわ。芸能人だと有利なのは間違いないが、その分だけトラブルに巻き込まれる可能性も高くなるということだぜ。どっちにしても大変な博打であることは同じなのね。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。